こんにちは、森ミュージックテレビの森高人です。今日はですね、ちょっとファンキーなカッティング、に挑戦したいと思います。ZAP という、ファンクバンド、オハイオ出身のファンクバンドがありますけれども、彼らの超有名曲 Duality、 ちょっと正しい発音かちょっと微妙ですけど、という曲がありますので、それに挑戦してみます。ちょっとやってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、ベースも入ってないし、まあちょっとドラムマシーンでね、ちょっとドラム風にプログラムしたのを使って、その上にギターだけ乗っけているので、ちょっと寂しいかもしれませんけれども、まあさっきタイトル、言いましたので、そっちでちょっと検索していただけるとね、本間もんが聞けると思いますんで、そっちをちょっと、ぜひ聴いていただきたいんですけれども、ギターだけだとね、ああいう感じで弾いてると思います。で、ちょっと詳しくやり方もね、挑戦してみたいんですけれども、まあ、パッと聴いて特徴的なのは、まずすごいクリーントーンで、歯切れよく弾いている感じがしますよね。あと、ギターの弦をこう全部こう弾いてるわけじゃなくて、まあ、1弦、2弦、あって3弦。その3本以外はこう弾いてないんですね。なのですごく軽い感じの音がしていると思います。クリスピーって感じの音だと思います。で、あと、今回その取り上げた曲はもうほんとずっとああいう感じでですね、3連というか、まあ、6連符かな。チャカチャチャっていう、ちょっとトリッキーな部分がずっともうリフの一部として延々と繰り返されているので、それもちょっとあって、今回その曲を取り上げたんですけど、まあ、ZAP 自体は他の曲もすごくファンキーなカッティングやら、ロジャー・トラウトマンというね、リーダーだった人がギターも弾いてるんですけど、まあ、彼の、ギターすごくいいんで、いろいろ ZAP 検索して聴いてみるといいと思いますが、ギターソロもすごくうまいです。なんで、まあ、ちょっと脱線しましたけど、まあ、彼が弾いてるんですね。なんで、ロジャーのスタイルだと言っていいと思います。ちょっと詳しくやってみたいと思います。はい。ではちょっと今回ね、2パート弾いてみたんですけれど、まあ、バースという平歌っていうのか、A メロの部分と、あとちょっとサビっぽい部分、のパターンがあって、まず A メロの部分なんですけど、本当はベースがですね、なんでコード進行があるんですね。A
1625ですね。なんだけど、こういう風にはカッティングしないですね。で、彼が何してたかというと、A とシャープマイナーのところは、その共通の音があるんですけど、両方ともまあ、コードを分けるとトニックなんで、似てるサウンドなんですけど、そのトップのっていうかまあ、サンド、A で言うとサンドと、ルート、F シャープで言うとコードとマイナーサンドなんですけど、その共通音2つを使って、チャッツチャッチャッツチャッチャッツチャッ、こんな感じかな。チャラツチャッ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 、まあ4回それやるとで、まあ2つのコードカバーできます。チャッツチャッ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 。で、次、B マイナーと B7 なんですけど、そこも、この2つの音だけ弾いてます。なんで、最初はここ、次は、簡単ですよね。で、ちょっとフレーズが入るんで、最後に。こうやって弾いてるかどうかちょっと定かじゃないんですけど、こうかもしれないですけど、さっきのダブルストップですね。で、今のダブルストップに戻って、で、1音下がると。1音っていうか、まあ、2フレット下がる。で、また。感じで弾いてると思います。で、まあここで特徴的なのは、まあ、2本しかヒットしないので、さっきちょっとブーンと3弦僕もなりましたけど、そういうことがないようにミュートですね。特に最初の2つは難しいんですけど、まあ、久しぶりこうちょっとバレエっぽくしてっていうから見るとこんな感じで、まあ、今ちょっとハーモニクス出ちゃってますけど、これでもいいですね。まあ、こうやって押さえるんだったら、中指の腹で3弦は必ずミュートしてください。次のコードの時も、人差し指の先で3弦は少なくともミュートして、もしできれば他の指で、このところは、3弦ミュートそのままですね。で、まあ左手のミュートはもちろんそういう感じでやるんですけども、右手も、普通にこういう風にスイングしているとどうしても他の弦に触りますよね。で、極力こっちには触らないんですよ。ちょっと角度が面白いのに気づいた方はなかなか目のつけどころがいいんですが、こういう風にスイングしてるとどうしても他の弦に触りやすいですけど、こういう角度にするとちょうどこんな感じで、こっちの
タッピングの角度も、こういうのじゃなくて、こういう角度ですね。まぁ、ちょっとね、ザップのビデオってあんまり出てなくて、ちょっと調べてみたんですけど、ロジャー・トラウトマンがこうカッティングしてる姿もちょっと僕の調べた限りでは 見れなかったんで彼がちょっとどういう風なスタイルでやってたかちょっと分かりませんけど、まあプリンスなんかがね多分すごい近い感じでカッティングしてるんで、プリンスがギターカッティングしてるのをちょっとチェックしてみるといいと思うんですけど、まあプリンスも大体こうこれ、まあ、ちょっとブリッジの近くでからやってますけど、こういう動きをしてると思います。こういう風にはカッティングしてないですね。こういう、まあナイル・ロジャースもそうですよね。なんでそこをちょっと気をつけて工夫すると、歯切れが良くてちょっとクリスピーな感じになりやすいと思います。で、そうですね、あとはまあ、音がね、ああいう感じで出せれば全然 OK なんですけど、まあこれ僕がやってることなんですけど、こういうちょっとクリスピーな、カッティングをするときに、こういう風につまんで持ってるのと同時に、こう、中指で少しサポートしてるんですね。で、まあ今ちょっと聞いてわかる通り、ダカツダッとその、なんていうか、16分音符の最後の音符ですよね、一拍の中。それを、結構アップピッキングになりますけど、それをかなりこう、アクセント出すために、ちょっとサポートしてます、僕はね。な感じでやってます。なんで、まあそれは真似する必要はないんですけど、ちょっといろいろ、グルーブで悩むことがあったら試してみてもいいと思います。なので、これが、前半の A メロの部分のカッティングの仕方となります。で、続いて後半の部分ですね。サビの部分、サビっていうのかな。まあ、もうちょっと派手な部分ですよね。そこの部分はコードがずっとE の一発なんですね。E じゃない ?A か。A 一発になります。こういう感じの。A サス4、A セブンみたいな雰囲気のバンプなんですけど、そこでやってるカッティングが、さっきのちょっと6連音符が入ってるね、やつなんで、そっちをちょっと今からやってみたいと思いますが、コードは、まあ、Em みたいな形で押さえます。ベースは A なんだけど、まあ、ギター的には Em って感じ。E の音の上に、E の音っていうか、9フレット3弦、8フレット2弦、7フレット1弦ですね。で、動かすのは、小指で1弦の、A カレの3と A サス4、ナイス3とサス4ですね、 A だと。こういうメカニズムで動いてます。で、まあ、もっと細かく言うと最初の音スライドで入ってます。ここもスライドで入れると結構いいと思うんですけど、まあここもやっぱり16分の裏を結構アクセント入れるんで、僕は、ね、中指サポートしてこう鋭くいくようにしてます。こんな感じですね。で、まあ肝になってるのはちょっと分かる通りですね、最後の
ここだと思います。で、ここは、そうですね。二つやり方があって、僕はアップピッキングで始めてるんですね。これはちょっと練習してタイミングがねぴったり合うまでやんなくちゃいけないことだと思いますけど、コツとしてはその前にこう今までこう16分こうオルタネットピッキングでこうね機械的に動いたのがその直前に止まるんですね。ここで。難しいテクニックだと思いますけど、なんでそれがまあコツといえばコツですけど、やっぱりねこれの時もしっかりヒットはしてるんだけど、あんまり弾かない。あくまでこう軽い感じですね。今アップから始めてますけど、ダウンからもちょっとやってみたいと思います。両方できるといいと思いますけど、カープの方がちょっとやりやすいかな。今ダウンですね。で、まあそういうメカニズムで、動いてますから、それをちょっと練習しながら、最終的には、ドラムマシーンとかですね、メトロノームに合わせて練習するといいと思います。でここもやっぱりねミュートが大事なんで、この E マイナーっぽい3つの音を弾くときに薬指は4弦触ってます。なってもこれぐらいですね。で、まあ、余裕があれば親指で5、6弦もミュートすると、こんな感じで弾けるようになると思います。ミュートとあと歯切れのいいカッティングですよね。その2つが肝となっています。で、まああとは練習あるのみなんですけど、そうですね、案外本当にザップっぽい感じに、近くなるためにはちょっと僕もねついやってしまってる時があるんですが、あのカラーピッキングをしないでいいところは本当にしない。なので最初のパターンが特にそうですけど、最初の1拍目ですよね。1拍目はタラツタって言ってますけど、2拍目をあえてこうカラーピッキングしないと。カラーピッキングすると。ね、それをしないと。それでうまくドラムマシンの上で、このカッティングをできるようにするとすごくファンキーだと思います。なんで休むところはしっかり休みを入れて、弾くところは歯切れよく軽く弾くと、そういう感じの、カッティングをするといいと思います。なんでまあこれはザップはオハイオのファンクバンドですけども、ファンク以外にもゴーゴーみたいな音楽でも使えますし、あとまあプリンスなんかはねこういう感じのカッティングすごく多いですし、なので練習しとくといいと思います。全部の弦をカッティングするちょっとジャズファンキーな感じよりはもっとなんていうのかな、うーんって感じのちょっと匂ってきそうなね
パンクだと思いますんで、ぜひ、ね、知らなかった方はね、ザップをちょっといっぱい聞いてみると、あ、こんなかっこいいのあんのかと思って、多分、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。なんで、今回は以上ですが、ちょっとファンキーなカッティング、ザップ風でお送りしました。それではまた。